球一打に大きな歓声が沸きます。あとアウト一つで相手チームの勝利が決まります。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパリーグを制したのは埼玉西武ライオンズです。さあ赤星さん、改めて今日のゲームいかがでしたか？そうですね、改めて強さと実力を証明した形になりましたね。本当に素晴らしいチームだと思います。そうですね、赤星さんも太鼓判、素晴らしい勝利でした。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのライオンズファンの元に向かいます。わあ、本当に選手もファンも嬉しそうです。喜びを本当にかみしめている瞬間です。ご覧のように埼玉西武ライオンズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとう埼玉西武ライオンズ。一球一球会場スタンドがざわめいています。まもなくリーグ優勝決定の瞬間を迎えます。福岡ソフトバンクホークス、リーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパ・リーグを制したのは福岡ソフトバンクホークスです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう？やっぱり強いと思いますよ。本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、ヤフオクドームのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのホークスファンの元に向かいます。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。ご覧のようにソフトバンクホークスが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうソフトバンクホークス。劇的な楽天イーグルス、リーグ優勝達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパリーグを制したのは東北楽天ゴールデンイーグルスです。さあ赤星さん、改めて今日のゲームいかがでしたか？そうですね、改めて強さと実力を証明した形になりましたね。本当に素晴らしいチームだと思います。そうですね、赤星さんも太鼓判、素晴らしい勝利でした。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、楽天生命パークのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手が今まずはスタンドの楽天ファンの元に向かいます。選手たちが今シーズン共に戦ったファンの元に行き、最高の喜びを届けていきました。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスが見事リーグ優勝を決めました。おめでとう楽天イーグルス。あとアウト一つでリーグ優勝が決まります。千葉ロッテマリーンズ、リーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパリーグを制したのは千葉ロッテマリーンズです。小宮山さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう？そうですね、本当に何をやってもうまくいく、そんな感じでしたね。そうですね、ファンの大きな期待に応えました。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのマリーンズファンの元に向かいます。本当に選手もファンも嬉しそうです。喜びを本当にかみしめている瞬間です。ご覧のように千葉ロッテマリーンズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとう千葉ロッテマリーンズ。リーグ優勝にふさわしい好ゲームです。この得点にベンチのムードが盛り上がってきています。
ウト1つでリーグ優勝が決まります。日本ハムファイターズリーグ優勝達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパリーグを制したのは北海道日本ハムファイターズです。小宮山さん、実力を証明したと、とってもいいですよね。いかがでしょう。まあそうですね、本当に何をやってもうまくいく、そんな感じでしたね。そうですね、ファンの大きな期待に応えました。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、札幌ドームのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのファイターズファンの元に向かいます。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。ご覧のように北海道日本ハムファイターズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとう日本ハムファイターズ。アウトです。リーグ優勝にふさわしい好ゲームです。この得点にベンチのムードが盛り上がってきています。アウト1つでリーグ優勝が決まります。オリックスバファローズリーグ優勝達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパリーグを制したのはオリックスバファローズです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。まあ、本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、京セラドームのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのバファローズファンの元に向かいます。選手たちが今シーズン共に戦ったファンの元に行き、最高の喜びを届けていきました。ご覧のようにオリックスバファローズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうオリックスバファローズ。読売ジャイアンツリーグ優勝達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセ・リーグを制したのは読売ジャイアンツです。さあ赤星さん、改めて今日のゲームいかがでしたか。そうですね、改めて強さと実力を証明した形になりましたね。本当に素晴らしいチームだと思います。そうですね、赤星さんも太鼓判、素晴らしい勝利でした。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、スタジアムのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのジャイアンツファンの元に向かいます。ああ本当に選手もファンも嬉しそうです。喜びを本当にかみしめている瞬間です。ご覧のように読売ジャイアンツが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうジャイアンツ。一球一球会場スタンドがざわめいています。あとアウト一つでリーグ優勝が決まります。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセ・リーグを制したのは横浜 DeNA ベイスターズです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。まあ本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのベイスターズファンの元に向かいます。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。ご覧のように横浜 DeNA ベイスターズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとう DeNA ベイスターズ。一球一球会場スタンドがざわめいています。あとアウト一つで相手チームの勝利が決まります。
大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセリーグを制したのは阪神タイガースです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。まあ本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのタイガースファンの元に向かいます。選手たちが今シーズン共に戦ったファンの元に行き、最高の喜びを届けていきました。ご覧のように阪神タイガースが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうタイガース。このまま一塁に入ってアウト。一球一打に大きな歓声が沸きます。あとアウト一つで相手チームの勝利が決まります。広島東洋カープリーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセリーグを制したのは広島東洋カープです。小宮山さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。まあそうですね、本当に何をやってもうまくいく、そんな感じでしたね。そうですね、ファンの大きな期待に応えました。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのカープファンの元に向かいます。ああ本当に選手もファンも嬉しそうです。喜びを本当にかみしめている瞬間です。ご覧のように広島東洋カープが見事リーグ優勝を決めました。おめでとう広島東洋カープ。一塁となりました。一球一球会場スタンドがざわめいています。あとアウト一つで相手チームの勝利が決まります。中日ドラゴンズリーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセリーグを制したのは中日ドラゴンズです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。まあ本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのドラゴンズファンの元に向かいます。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。ご覧のように中日ドラゴンズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうドラゴンズです。一球一打に大きな歓声が沸きます。悲願のリーグ優勝に向けてあとアウト一つ。東京ヤクルトスワローズリーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセリーグを制したのは東京ヤクルトスワローズです。さあ赤星さん、改めて今日のゲームいかがでしたか。そうですね、改めて強さと実力を証明した形になりましたね。本当に素晴らしいチームだと思います。そうですね、赤星さんも太鼓判、素晴らしい勝利でした。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、東京ドームのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのスワローズファンの元に向かいます。選手たちが今シーズン共に戦ったファンの元に行き、最高の喜びを届けていきました。ご覧のように東京ヤクルトスワローズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうヤクルトスワローズ。